おはようございます、デブです。今日はちょっとトライスターズさんの人たちと、あのね、ラーメンショップってあるんじゃない、あら、まあ関東にはあるんですよ、そのチェーン店のね、あのラーメン屋さんがね、何系って言ったらいいのかな、まあネギ味噌が一番有名ですかね、ネギ味噌ラーメン。それね、牛久になんかね、もう一番うまいラーメンショップっていうのがねあるんですよ。ね、もう前からね噂はしてたんですけど、何回か通った時あるんですけどね、いつもね激混みなんですよそこで。なんかね、今日ラーメンツーリングみたいな行くってね、先週あのヤンキースさんのあのチャリティーミーティングねの時にね、行きましょうよってねちょっと誘われたんでね、今待ち合わせ場所に向かってます。はい、今日はね俺だけなんだよな、クニーちゃんね、あの SS500 のクニーちゃんはね、今日フロント方向オーバーホールと、あとキャブセッティングするっつってね、ちょっと知り合いに詳しい方がいるみたいでね、その人と今日やってると思うんだよね。あと CB のタケちゃんは昨日飲みに来て、いけねっすって言ってたからね、吉沢にはねちょっとメールで連絡するの忘れちゃって、すっかりしたつもりだったけどしてなかった。今日朝気づいたからもう間に合わないからね、はい、ごめんなさい吉沢くん。それじゃあね、ちょっと待ち合わせ場所向かいます。いやね、この間のヤンキーさんのミーティングすごかったっすよね、あの台数がね、400ぐらいいたんじゃないですかね。はい、でね、もうね、いろいろあのいろんな方とね喋っててね、全然動画撮ること忘れちゃってね、全く撮れてなかったっすよ。はい、すいません。でまあ、僕もいろんな人が来てくれたから、まあ、20代ぐらいになっちゃってあたふたしちゃってね、はい、なかなかこう気が回らなかったんですよね。テンパってたっていうやつですね、俗に言うね。で、まあ、ただ失礼があったかもしれないですけどね、本当申し訳ないです、はい、でもまあ大成功に終わって良かったですよね、はい。いうね、まあまあ行動力ってのは本当すごいっすよね。本当運営の人たち大変だったと思うんですよね、ヤンキチさんはじめ。はい、本当ねすごいわあれは。でまあぼちぼち結構動画上がってますよね、うん、まあなんか俺の動画なんてさ、ほんとちょっとクオリティが低すぎて恥ずかしくなってきちゃって、はい、もうちょっとね、はい、カメラ回してる以上は気使ってね撮らないとダメだってね再認識しました。しかしすごい台数だったんだよな本当。しかもさ、結構決まってるバイクばっかでさ、いるんだねやっぱり、いっぱいああやってさ、まあ、自分もこういう旧車乗るようになってね、結構旧車に見に行くようにはなってるんですけど、いやこんなにあるんだね。まあ旧車じゃないバイクもありましたけど、まあね、別に旧車だからどうってことじゃないですよ、はい、うん、バイク乗りのつながりっていうかね、何でもいいですよバイクね、バイクが好きだっていう大前提がねあるからね、一個大きなさ、まあ、どんなバイクでもね、そのバイクが好きっていう一つのね、こうみんなが思ってることがあるじゃないですか。まあ、それでね繋がっていってね、ああいうまあ慈善活動、なんか言い方が難しいですけどね、こうみんなでねまとまってねいいことができるってね素晴らしいと思うんですよね。まあなおかつそれをね主催するってこともねすごい大変だと思うんですよね、僕なんか行ってみればこう行ってさ参加してさ募金だけすればさ、まあそれで終わりじゃないですか。まあ楽、うん、変な言い方だけどさ、そうね、ただ開くっつってもね、ほんといろんなことを考えながらね、1から10まで考えないといけないから、
本当ああいうね行動力は本当すごいと思います。逆にね開いてくれてありがとうございますってね言いたいぐらいです。寒いな今日ね。こう連れがねちょっと前にプレゼントしてくれたリーのねつなぎをね着てますけどね。うわちょっと寒いねやっぱ朝晩は。あこうもらった SKG さんにもらった釣り革かわいいよねこれね。ありがとうございます。よしラーメンね、ラーメンといえばね最近はもっぱら前にも動画で出したと思うんですけどあのね手賀沼の道沿いにねバンダイっていうねあそこばっか行ってるんですね。まあ、仕事終わり、まあ、早く終わればね近くに車屋ラーメンっていうねまあこれも関東のチェーン店なんですけどねそこでもう食べますね。ラーメンショップね最近食ってねえからねもうラーメンショップのね禁断症状が現れちゃってもう食べたくて食べたくて仕方ないって感じですよね。あのねそうネギ味噌チャーシューいつも食べるんですよ自分は。まあな、まあ、味噌っぽいなんて言ったらいいのかな。まあとにかくもう化学調味料がバリバリ効いたようなね味の濃いちょっと背脂がね乗っかってる。あと海苔とネギとチャーシューね。チェーン店なんですけどね結構ねお店によってねこう味のばらつきがあってね全く同じ味じゃないんですよね。店舗によってねだいぶ違うんでねそのまあ日本一まあラーメンショップって全国チェーンなのかなわかんないですけどそのまあ日本一と言われるねラーメンショップのラーメンをねちょっと食べてみたいと思います。あダメだ腹減っちゃってやべえ。何台ぐらい来るんですかねちょっと僕ね細かくはわかんないけど集合時間と場所だけねあのトライスターズの原っちょくんからね昨日連絡して今そこに向かうんですけど今日連れもね来たいって言ってたんだけどねちょっとね子供を朝送り出さないといけないってあれだから今日は僕一人ですね、はい、最近こう多いよね右折信号がさもう矢印でこう先の曲がる停止線まで出れない感じのね信号のシステムが多いですよね。まあこの方が多分右折事故とか少ないんだろうね。まあでも行ける時に行けないっていうねこうデメリットもありますけど、まあ、安全考えたらねこういう信号の方がいいのかな。夜なんかはねもうねこう行っちゃいたいけどこうこのまま停止線あ、まあ、出ちゃってるけどすいません止まるね、こんな感じの多いっすよね。酔ってるな、まだ。おはようございます。奥様はね、今日来れなかった。これオフにしてなんで奥様、今日ね朝、子供送り出すのに、なんか。放送停止しようです。これ同級生の GT さんたちですね。
とかわけわかんない、あれなんていうバイクだっけ、7班のね。あとすげえ男気あふれる FX と RG と、あれはバブかな、あ、キムチと SS500 と GT38 と、あ、クラブの刺すやつがこのサイドカバーのところについてますね。FX すごいな、ハンドルがナチグロ、おー、はいはい、フォーストマルチの世代なんですよね。 CBX、CBR、 あと TKJ、 ね、 TKJ でももう ZS とかね、うん、CBX も自分らのもう2つか3つぐらい前の先輩のね、ちょうど最中のものの端子だもんね。おー、だからね、実際はあんまもうCBX より古いバイクにはね、あんま詳しくないっていうか、先週より、まあ先週と同じぐらいの天気だけど、やっぱ寒いっすね、ちょっとね、先週よりは。いい音してんね、38。撮影してるんですけどね、こうちょっと視点が高いとこから映るのも変わってて面白いですけどね。あれだよな、しずくレーシングさんたちだと結構こう棒でね、自撮り棒みたいなのでもうちょい高く映してる、ああいう映像もかっこいいっすよね。寒いよ俺のわがままボディ全身にね、この冷たい風を受けてるんでね、寒いっすよ。そういえばね、あのね、クリちゃんからね、カルスロもらったんですよね、こう、つけたの。これ、ワンズさんのかな、ワンズの。ね、軽くなったよね。そうね、あのラーメンショップ、本当気になったんですよね。ああいうね、ある意味こう下品な味というかね、あの化学調味料がね、うまみ調味料で味付けされてるね、ものがね好きなんですよ、結構ね。
のおしんこにね味の素かけたり、目玉焼きにね味の素かけたり、なんか小さい頃俺味の素舐めてたもんな。いや体に悪いっしょね、うん、よく舐めてたんですよね。味の素好きなんですよ。もやしのナムルとか作るときもね、うん、結構あのお通しでねたまに作ったりするんですけど、もやし茹でてこうねごま油かけてね、うまみ調味料と塩とね、うん、塩はちょっと控えめにした方がいいですよね。うまみ調味料使うときもね、結構ねほらお酒飲む場所で出すからね、味はちょっとまあまあ濃いめにしてるんですよね。こうね、あまり薄味だとね、こうインパクトがないとかね、味、何これ味ついてないじゃんみたいなことになっちゃうから、関係ねえか、今お通しの話はね。皆さん、どんなラーメン好きなんですかね。まあ、大きく分けれると、醤油、味噌、塩、豚骨、ね、こんぐらい、まあ、だいぶ大雑把ですけど、今もう細かいもんね、なんか魚介系とかさ、ねえ、エビと牛骨とかもラーメンもあるのかな、ね、今もうラーメン、いろんな種類ありますよね。まあ、俺ぐらいのおじさんぐらいになっちゃうと、もうね、やっぱり最後はあのシンプルなね、お酒飲んだ後なんかはね、あの屋台のね、醤油ラーメンみたいなね。ああいうのを欲しますよね。こう入れ卵ボンと置いちゃってさ、2、3個食べちゃってさ、ね、締めで、ね、スーパードライの缶とかね、ちょっとぬるめね飲みながらね、ビール、ね、飲みながらラーメンね、でおろしニンニク1回入れちゃってね、社会橋これ渡るのかな、いけるか、いけるね。飛んでいったね。すいません、バッフルが飛んじゃいまして直感になっちゃったからどっか行っちゃった。もう捨ててきちゃった、見つからなかった、すいません。おいじゃん、